ビルヘルム・リープクネヒトビルヘルム・リープクネヒトはドイツの政治家でドイツ社会民主党の創立者の一人カール・リープクネヒトの父現在のヘッセン衆議院選に管理の子として生まれ1832年に両親を失ってからは親戚の下で育った11歳の時に叔父の教育者フリードリヒルートビヒ・バイディヒが反乱を企てた角で逮捕され 余震判事の拷問と侮辱に耐えかねて自殺するという事件が起きた。このことをアリー・プクネヒトをして社会正義に目覚めさせ民主主義運動に向かわせるきっかけとなった。ギムナジウムに入学し優秀な成績を収めた一方、アンリド三指紋の著書に親しんだ。ギーセン大学やベルリン大学などで言語学や哲学を学んでいたが社会主義の宣言活動に加わったことで大学を 追放された。1848年9月のバーデン一期に参加し逮捕投獄されたが、翌年5月には釈放され、国民軍の砲兵となった。その後、ラシュタットの牢獄に再投獄され釈放された、後、帝国憲法闘争に参加した。スイスに亡命し、ジュネーブでドイツ人労働者協会を組織したが、 1850年2月に、ムルテンで行われた大会で逮捕され、武装侵略を企てた容疑により、同志295名と共に、国外追放された。ロンドンにおける亡命生活に入って間もなく、カール・マルクスやフリードリヒ・エンゲルスの治遇を得て、共産主義者となり、行動を共にするようになった。1862年に帰国し、北ドイツ新聞などの新聞に寄稿して生活する。 傍ら、労働者組合の会議に出席して、オットー・フォンビス・マルクの政策を攻撃した。そのため1865年に、プロイセムを追われて、ライプツヒに居住し、中央ドイツ民法紙の編集者になった。同じ年に、アウグスト・ベイベルと知り合い、ザクセン地方で遊説することを引き受け、労働者強化組合で抗議もした。1866年に、 ザクセン人民党を設立し、翌年にはベーベルと共に北ドイツ連邦議会議員に選出された。1868年に創刊した民主主義州法を拠点として、ドイツの無所属労働組合をマルクス派に結集し、1869年8月のアイゼナ派労働組合大会で社会民主労働党の創立を決定させるまでになった。 リープクネヒトは1867年から1870年までプロイセン国会議員であり、1874年から没年までドイツ帝国議会の議員であった。その間フランスとの戦争に際しては、アルザスロレーヌの併合に反対して投獄されるなど、ビスマルク政府との対峙を続けた。1875年のラッサール派との合同についてはマルクスに批判されたが、 一貫して、マルクスの忠実な弟子という姿勢を崩さなかった。1890年の社会主義者弾圧法の廃止と、同時に、ベルリンに住み、党中央機関し、前身の主筆となった。1898年からエドゥアルト・ベルンシュタインの中世主義との闘争を開始し、そのさなかベルリン近郊のシャルロッテンブルクで没した。長年の領有であったベーベルは、リープクネヒトについて、 次のように評価した。リープクネヒトは真の戦闘的気分の所有者であって偉大な事業の完成に格べからざる格こ不動の楽観的気質の人であった。この問題については自分の意見への反対が出ると断言的にこれに対抗する癖があった。彼は実際的事務の能力を書いていたので誰かが内助者となって彼の計画の遂行を助ける必要があった。 同じように、マルクスは、リープクネヒトの、起点の利かなさと、乱暴な方言を指摘していた。このような投資としての資質が深い学識と、相まって、彼を、マルクス主義の強力な代弁者とした。ベーベルはラッサール派から、マルクスの主張に近づけたのは、リープクネヒトの功績である。ベーベルが、政治的妥協に向いていたのに対し、リープクネヒトは、議会政治ではなく、戦場における、 実力講師が社会主義の運命を決するという考えを持っていた。この全く対照的な二人がお互いに補い合い、ドイツ社会民主党を大衆政党とする基盤を作ったのであった。ありがとうございます。